チェルシーは、間もなくフランク・ランパー、監督を解任する見通しになったと見られてる。英紙、テレグラフが25日付で、独占情報として得た。今シーズンのチェルシーはダゾーンで、いつでも、子でも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、今季、積極補強を行い上位争いが期待されたチェルシーだが、プレミアリーグ序盤戦には、好調な意を見せながらも失速。リーグ戦、最近5試合で1、2とどまり、他チームとの間で、試合数のばらきはあるが、現在9位に位置している。24日に行われた FA カップ4回戦の試合ではチャンピオンし、2部のルートンタウンに3、1の勝利を収めて5、戦進出。だが、この結果も、状況を変えることにならず、監督交代が確実になったと報じられている。25日には、午前に練習を行うことが予定されていたが、選手たちは、集合を午後に遅らせる、指示されたとのこと。ランパード監督が個人の練習の指揮を取らずに退任するためだ、見られている。ドイツ、スカイの記者は、その後がトーマス・トゥヘル氏となることが、ほぼ定だとも伝えている。トゥヘル氏は昨年末に、リサンジェルマンの監督を解任され不利となっている。両。